こんにちは皆さん、ふみちゃんのびっくり算数教室にようこそ。今日はテトラフレクサゴンに何を書く、そういうびっくり算数教室です。この前このテトラフレクサゴン皆さん作ってみましたか？開きます。こういう正方形でしたね。これが1面、これを折って開くと2面、私の似顔絵。そしてこれを折って開くと3面、東京タワーが出てきました。さあ、あと何面あるでしょう。もう一回折って開くとスカイツリー、これ4面ですね。さあ、もう一回折って開くとどうなるでしょう。元に戻りました。テトラフレクサゴンというのは無限にひっくり返る四角形でしたね。そして面が4回出てくる。テトラというのは4という数字です。で、無限にひっくり返る四角形で4面出てくる、それがテトラフレクサゴンです。4面出てくるので、例えば皆さん何を描きますか？例えば4コマ漫画、それとか友達同士でこの算数の問題をこのテトラフレクサゴンに書いて、算数の問題お互いに書いて出し合っても楽しいかもしれませんね。皆さんも自分で考えてやってみましょう。それじゃあ一つ作ってみましょう。レッツスタート。こんなのはどうかな。さあ、これは何でしょう。はい、これは何かな。イカです。イカ一匹。足何本。さあ、イカの足は何本でしたっけ。これを折って開きます。ここに最初の答えを書きます。イカの胴体1本目の足、2本目の足、3本、4本、5本、6本、7本、8本、9本、10本。答えは10本。これをもう一回折って、はい、3つ目の面が出ましたね。ここに次の問題書こうかな。またイカですよ。今度は青いイカですね。ちょっと笑顔になりましたね。はい、今度の問題ですよ。イカ3匹、足
何本。さあ、掛け算の問題です。さあ、これを折って開くと、はい、また次の面があります。答えは30本。いかもちょっと驚いた顔してるかな。さあ、これで持って開くとどうなるか。お、あ、元のところに戻りましたね。イカ一匹足何本？答えは10本。これを折って開くと、イカ3匹足何本？あ、答えは30本。さあ、皆さんも自分で問題を作ったり、4コマ漫画を描いたり、テトラフレクサゴンで遊んでください。